クリーンです。とりあえず、プレイ動画を先に見ていただきましたが、いかがだったでしょうかというか、もうほぼ設定ミスです。はい。でですね、まあ、最初一応ノンタン2つとこれをプレゼント企画の予定にしてたんですが、まあ、伊勢が自分用に1個取ったのが、まあ、あまりにも簡単に取れたということで、2個目、取るような感じにしましたんで、プレゼント企画は1個で1名様ずつ、抽選でプレゼントということに、したいと思います。はい。ということで、ノンタンは1個は、自分で飾ります。はい。意外とね、こうやって見て可愛かったのでね。うん。あ、いいんじゃないかな。まあ別に自分はノンタン推しではないんですけど、はい。え、かわいいですよ。はい。うん。はい。で、まあ、伊勢の準備中。これ固定されてないんで、本当に置いただけですね。で、どうすか？かわいいんじゃないですかね。まあ、カンコレも、自分可愛いだけで撮ってるんで、まあ、あれなんですけど、結構、好きですよ。はい。うん。まあ、2個ずつ撮ってるんで、2個目の方のプレイ動画はまた別に出すんで、その時に、まあ、レビューの、もう最後載せたいと思いますけど。うん。まあ、軽いんで、割かし、ほんとクレナ2とかだったらつきやすいんじゃないですかね。ほんと設定ミスで、両方つけちゃったので、まあ、これも最初、まあ、伊勢も使った、ついてもダメだったけど、こっち、こうしてちょっとなんかつけたので、まあ、比較的軽い景品はつきやすいんじゃないですかね。はい。まあ、クレナだったからっていうのもありますけど。で、こっちはこっちで、まあ、ここら辺を、まあ、少しかするぐらいでも全然、加工停止しないので、もうそれで寄せていってっていう感じだったんですけど。はい。もう簡単でしたね。最初は、右の爪になんか滑り止めっぽいのがついてたので、最初、左に落とそうかなと思ったんですけど、まあ、移動制限で無理だったんで、普通に左をついて、まあ、右に落とす形で、やりました。
2個目も、これも2個目は、同じです。やり方は、はっきり言って。はい。ちょっと動きは違いますけど。そんなところです。で、赤丸は赤丸で、これはね、本当に全然やるつもりなかったんですけど、たまたま、紐がね、入りやすそうな感じになってたので、でかくれで、爪の先にゴムがちょっとつけてある感じでね、入りやすかったんで、入りやすかったか、入ったら、もう引っかかる感じだったので、やってみたら100円でした。なので、これもプレゼント企画に出します。追加です。はい。ということで、1名1名1名にプレゼントです。で、応募方法はコメント欄に、書いて、どれが欲しいかを書いていただけたらと思います。一応番号、1番、2番、3番ということにしておきますので、よろしくお願いします。多分1番が一番多いんでしょうね。で、詳しいことは全部説明欄に書いておきますが、締め切りは、早くします。8月の3日23時59分までということにします。はい。それぐらい、あと、今回は、関心度とかは全く関係ないんで、本当に応募していただけたら、それでいいです。で、あと一つ、追加っていうか、ツイッターの方を、フォローしていただけたら、2票扱いにするんで、コメント欄に、YouTube の方のこっちの動画の方のコメントするときに、Twitter の、それぞれのアカウントを一緒に書いていただいた上で、うちのアカウントフォローしていただけたら、2票扱いにします。はい。なので、確認が取れるように、YouTube のコメントするときに、応募するときに、Twitter のアカウントも一緒に、書いていただけたらと思います。それぐらいですかね。はい。応募お待ちしております。